はい、ポップライン竹本和樹です。ただいまね、緊急で動画を回しているんですけども、ポップライン竹本和樹、事故って怪我をしてしまいましたをお伝えしたくて、ちょっと緊急で動画を撮らせていただいてるんですけども、まあ安心してほしいのは、別に歩行者の方とか車にぶつかったりとかはしていません。まあ事故のね、あの流れを説明するとですね、最近流行ってるループってわかりますか？皆さん、立ってる電動のやつ、あれのループ版のなんか自転車も今あるんですよ。電動自転車、結構スピードが出るやつ、あれが結構ね飛び出してきました。バーって横から、それを避けようと思って、もう思いっきりハンドル切って思いっきり転倒して、ちょっとね怪我をしてしまったっていう流れなんですけども、ほんとね最近だから電動自転車と相性悪いっすわ。ツイッターでも書いたと思うんですけど、まあ、X でも書いたと思うんですけど、前はね、新宿歩いてたら、あの、駅の近くで、その、それこそ、まあ、それもループの電動自転車だったかな、の人に引かれて、足思いっきりドーンって、引かれて、いってーってなって、この野郎と思ったら、すっげー若い、あの、可愛い女の子だったから、許しちゃったっていうね。今回は、まあ、男性の方だったんですけど、バーって横切ってきたから、もう思いっきり、なんかその人ともぶつかって、もちろんぶつかってないし、まあその自転車にも当たらずにね、思いっきり避けることには成功したんですけど、まあもうぶつかっちゃったらバイクの方が100悪くなるんで、もう避けることだけ専念して、まあ俺の体どうなってもいいわと思ってバーって避けて、思いっきり転倒して、ちょっとね、右のあばらと右の膝、右膝がお行きになっちゃいましたけど、まあ、右膝はバイクに挟まっちゃって、多分あばらはね転倒した時に思いっきり叩きつけちゃったから、それで怪我しちゃったと思うんですけど、その人もなんか大丈夫ですかって最初言ってて、俺も痛すぎてうずくまってたんですよ。もうその人しかいなくて、朝超早い時間帯だ、まあ多分急いでたんだろうね、その人も、その人と俺しかいなかったんだけど、もううずくまって、大丈夫ですかって聞こえて、ああなんか心配してくれとるわみたいな。でも痛いからまずうーってなってて、で30秒くらいして、まあもう心配かけちゃダメだからそろそろ立ち上がろうと思って目開けて立ち上がったら、もうそいついなくなってた大都会東京マジでびっくりしたわ、いなくなってんのかいと思って、本当に一人でただただうーってうめいてるやつだったね、結局。はい、それでね、なぜこれを、このことをね、あの動画で、あの皆さんに報告しようかと思ったかというと、僕2月17日にスパルタン出るって言ってたじゃないですか。そのスパルタンに関してなんですけど、スパルタンちょっと出るの辞退しようかなと思います。まあ今の状態だと多分無理すれば全然走れるんだけど、でもスパルタンってあの腕とかも使うんで、ちょっとあばらの方がね結構痛いので、スパルタン出るの厳しいかなと思って、あとスパルタン出るよって言った時に SNS とかでね、あの僕私も出ます、よろしくお願いしますってコメントくださった方もいたんで、そういう方たちは本当に申し訳ございませんということで、スパルタン自体は興味あるんで、まあ絶対ねどっかの大会また出ようかなと思うんですけど、2月17日に関してはあの辞退しようかなと思ってます。なのでそのご報告になります。はい、でまあ怪我の方もね、多分そんな大した怪我ではないんで、皆さんそんなに心配なさらずっていう、まあスパルタンガチンコで出るのはちょっと厳しいかなくらいなんで、まあ全然大丈夫ですよっていう、足が折れちゃったりしてるわけではないと思うんで、はい、そこは心配なさらずって感じでございますが、一個で緊急でねご報告したいことがもう一つ皆さんにあります。次はね、今のはちょっと悪いことだったんですけど、次はいいやつ。はい、なんとポップラインランニング魂にあのワークマンから依頼が来ました。イエーイ、ご依頼が来ましたよということです。まさかの苦節2、3年ずっとワークマンさんに、動画で仕事ください、仕事ください、なんかご依頼くださいって言ってたら、とうとう引っかかりました、釣れました。もうがっつりとワークマンさんから新作発表会の招待状が届きました。なのでね、まあ多分そっちの方も動画にできると思うんで、その新作の商品とか、あとは雰囲気、その場所の雰囲気とか、あとは担当者の方とかいたら、今までね僕たちが毎回毎回動画で
ワークマンさん、ワークマンさん、仕事ください、仕事くださいって言ってたの、どう思ってましたみたいなのもね、インタビュー、もしできたら、していきたいなと思います。なので、ぜひ、皆さんそちらの方も、お楽しみにっていうことでございます。これを機にね、いろんな報告をしていこう。うん。せっかくなんでね。去年、2023年に X、それこそ X で、皆さんに、何の洗濯機を買ったらいいですかっていうアンケートを取ったら、まあ、ぶっちぎりで、日立の、ビートウォッシュだったんですよ。なのでビートウォッシュをね購入させていただいたんですけど、最近ねちょっとビートウォッシュ買わなきゃよかったなーみたいな、あでも皆さんのせいとかにはしてないんですよ、もちろんもちろんね、もちろんいい製品だしね、買わなきゃよかったなーっていう事件が起きまして、まあいつも通りね洗濯機回してたんですよ外で、で外からピロリロリみたいな、なんかあの終了音がねなるんで、それをが聞こえたからね、あのパッと外出て、あもう終わったかと思ったら終わってないんですよ、全然残りまだ10分くらいみたいな表示書いてあって、あれみたいな、買ったばっかなのに初期不良かこれと思って、んと思ったらなんか隣の家から、僕402号室なんですけど401号室の方からガサゴソガサゴソ聞こえるわけですよ、まさかの隣の人もビートウォッシュなんですよ。あれ、終わりのアラーム、ピロリロリロリみたいなやつが一緒だからさ、その人のやつが多分鳴ってたんですよね。うわ、マジかと思って。隣ビートウォッシュか、ややこしいと思って、まあでも俺のやつあと10分あるから、とりあえず部屋でなんかテレビでも見ながらね、終わるの待っとこうと思って、待ってたんですよ。そしたら、まあ、やっと、ピロリロリロリって、外から聞こえたから、まあ、やっと俺のやつ終わったんだと思って、外出たら、残り2分ってなってんの、俺のやつ。え？みたいな。でも音鳴ったよな、みたいな。そして今度は、左側のね、403号室さんの方からガサゴソ聞こえるわけですよ。まさかの、うちね、4階3世帯しかないんですよ。401、402、403。まさかの4階、ビートウォッシュ3兄弟なんですよ。まあ、人気あるからなんだけどね、これね。多分人気あるからなんだけど、全員ビートウォッシュなんですよ。でこれさ、多分みんな話聞いたら、やべ、そんくらいたまたまでしょってなるけど、まあね、その時初めてなったから、確かに使い始めて2週間くらいでたまたまそのシチュエーションになったけど、かぶりません？結構その洗濯物洗う時間とかって朝、大体朝のこの時間とかさ、お昼くらいまでじゃん、まあ、夜中やるとかあんまないし、うち外なんですよ、ベランダなんですよ、これがね、室内だったらめちゃめちゃ良かったんだけど、ベランダ式なので、ベランダに置いてるんでみんな、他の人たちも思ってるだろうしね、隣の人たちも。え？みたいな。他のタイミングで。俺の音に騙されて外に出てる人もいるだろうしね、どっちか。今後これが続きまくるのかって思うと、ちょっとね、マジザブンにしとけばよかったと思います。あと、緊急のご報告といえば、私今ね、漫画の、新宿スワン、ドハマりしております。ありがとうございます。めちゃめちゃドハマりしております。もともとずっと前に読んでたんですけど、今家にね、全巻置いてあるんですけど、読み直したらもう、やっぱりあれは面白すぎる。あの漫画は面白すぎる。知らない方のために説明すると、あの、東京リベンジャーズを書いた作者さんが書いた漫画です。新宿スワン。新宿のスカウトの話なんですけど、もう、だからどっちかというと、東京リベンジャーズは少年向けなんですけど、新宿スワンは青年、コミックなんですよ。本当に面白い。関さん最高、超かっこいい、マジで。あとまこさんもかっこいい。もう読んだことない人ぜひ読んでください。で、読んだことある方は読み直してみてください。本当に名作でございます。あと緊急のご報告といったらこちらですね、龍が如く8を私購入しました。はい、あの事故ったのでね、あんまりアクティブに行動できないと思うので、もうちょっとね、家に引きこもって龍が如く8をやろうと思って買いましたというご報告でした。あと研究のご報告最後になりますが、私今まで味噌ラーメンが苦手だったんですけども、味噌ラーメンが結構好きだなって今年2024年気づくことがありました。はい、気づけました。意外と味噌ラーメン今まで懸念じゃねえか、なんつうな、謙遜じゃねえ、なんだっけ、こんな美味しいんですね味噌ラーメン、びっくりしました。もうちょっと前から知っとけばよかった。はい。そんな感じで、緊急のご報告でした。皆さん、ご視聴ありがとうございました。
ただいま力チャレンジャーズ第3期メンバー募集中です。そして力チャレンジャーズ第3期のターゲットレースが東京マラソンに決まりました。僕もね、出場しない力チャレンジャーズの皆さんと一緒に応援に行きたいと思います。なので東京マラソンに出場する方で、このコミュニティ力チャレンジャーズちょっと興味ある、気になってたなって方はぜひこの機会に、いかがでしょうか。さらに2月12日までに東京マラソンに向けての力チャレンジャーズ第3期限定レースウェアを発売いたします。ただいま枠がね、130名のところ110名まで埋まっておりますので、残り20名の枠になっております。なので気になっている方はぜひ概要欄の方に URL 載せてますので、チェックよろしくお願いします。もちろん東京マラソン出ない方も全然ウェルカムでございます。僕も出ません。ランナーってやつは、ランナー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 は足早い。